ボンジョルノ、あちゃんです。ただいま、9時13分、さあ何言うとんの。7月9日9時13分、はい、ということでね、今日はね、今起きまして佐川さんが荷物を持ってきてくれてね、今起きてるけど、昨日ちょっとね、また浦ちゃんの動画を撮って4時ぐらいまで撮ってたよな、4時過ぎたかなぐらいまでこそこそして、ね、寝たからね、めっちゃ眠たい。はい、どうでもいいねって話で眠ったんだけどね、この前からね、ふくらはぎがすごいだるくてね、だる重いって相手が言ってたけど、治っとったんよ。またね、これ多分寝不足になったらだるもなのちゃうから多分ね、4時5、6、7、8、9 4時間、5時間、ダメみたい。この前めっちゃ寝た時はね、治ってたんよ。もうじゃねえんだけどな、昨日ももっと早寝れてんけどね、ちょっと遅までやってもって、147の81の66、眠くなった、血圧上がった、なんでバイナンスが開く、寝るためには、まあ、もう来たてっていうのもあるけどね、昨日ほんまはね、ライブ終わった後ね、眠くなってね、ちょっとね、うとうとしてて、で、ちょっとうとうとしてて、で、目に一回寝てね、で、また目覚めたから、どうしようと思って、ちょっとね、うらちゃんの動画の撮影しようかなと思って、よいしょ、で、もう一回起きてね、やったんよ。で、一本目撮った時にはちょうどぼちぼち眠くなってきて、ね、で、まあええか思って、二本目はね、結構時間かかって、目覚めてもうたんよ。で、三本目を撮って、でそっから寝れんくなってね、ちょっと、アドレナリンでもうてね。で、まあずっとやってたらね、4時になってもらって。で、まあ、なんか3本目終わってて、で、その後ね、ちょっとゆっくりしてたんよ。で、パソコンいじったりして、寝れなくなったからね。ほんで4時過ぎてもらって。で、ポチッとしてしまったと。もうこの動画どっちが先出るかな、ポチッとしまう、まあ、裏チャンネルで動画出すから、裏チャンネルのね、裏チャンネルのライブね、裏チャンネルの生プラモデル制作、生模型制作を
セリカやってたんだけど、もうセリカがね、もうあとクリアかけたから、磨いて、窓は食って、でとかやから、もうライブでね、ちょっとできへんね。磨、次だから、次の工程は、もう車体ができてるから、ボディ磨く、終わり。で、クリアかけて、またちょっと眠らして、乾かして、で、また磨く。で、窓枠塗って、ね、ちょっと車体塗ってやから、次のライブまでの間に、ボディ磨いて、クリアかけて、で、乾かして、また磨いて、ってとかいうね。で、窓枠マスキングして、ボディ作るってとこまで、多分ライブできへんと思うから、2週間、3週間空くのよ。で、だから、磨くところは動画になると思う。だから、ね、次回のライブのもんはないのよ。でもってね、ちょっといろいろいろ探しとって、面白いの見つけたよ。それを、この動画は9日に上がるから、9日、今日の夕方5時に裏チャンネルで発表します。はい、何を買ったでしょうか。違うですね。5時、17時に裏チャンネルで発表します。ちょっとね、昨日ね、途中までしか作ってないのがあって、ね、それの続きを撮らんと1分の動画にならへんから、途中までしたんよ。ねえ、だから、それをちょっと撮ったりとか、あと今日何か、なんか巨匠も撮ってん。まあいいや。思い出したでしょ。いつもね、暑いよね。ここ最近ずっと暑いからね、なんかだるいだるい。体がすごいだるい。だから、2週。いつまで暑いんかな、ずっとかな。雨は雨で嫌やけどね。あ、また雨やね。水、木、金、土が雨で。でも温度ちょっと下がるね。今日は暑い。今日35度。シネマ。ということで、ね、35度か、たまらんな。まあ、命を考えるとね、電気代なんて言ってられへんからね。まあ、エアコンつけて、なんとかね、しのがなしてないね。と、はい、いうことでね、ちょっと薬飲んどくわ。ということで、今日のあっちゃんのソーレータイムこの辺で終わりにしたいと思います。ということで、まだ眠たい、目覚めてへんけどね。とりあえず今日はね、ゴミ出しの日なんで、ゴミ出していきます。ゴミ出して、で、ゴミ出してきてから、コーヒー雑談取るから、今何時 ?9 時。9時半か。また今日も遅れるかもね。まあ今日のあちゃんのソーレータイムこの辺でよかった、終わりにしたいと思います。今日のあちゃんのソーレよかったよ、面白かったよと思ったら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、今日も一日よろしくね。今週も楽しくいきましょう。